ご覧のように牛乳パックで紙相撲名古屋場所交流会の今日は直前の配信であります。10月の3日と4日に開催です。愛知県勢がどんどん増えるということになるんでしょうか、それとも意外と増えないんでしょうか非常に不安を抱えながらの我々名古屋行きとなりましたけどね。不安ですねそれはね、行ってみなければ分かりません、こればかりはね。ですが、よろしければね、お誘い合わせの上遊びにいらしていただきたいというふうに思います。引き続きクラウドファンディング、視聴者ファンディングですね、こちらもお願いをしております。 YouTube からすることができます。ご協力をよろしくお願いいたします。さあ横綱の土俵入りです。西方より横綱白石島土俵入りであります。横綱白石島露払い高尾さん、立ち持ち野田 R2D2、 行事は海坊主であります。では館内の皆さんも一緒によいしょの掛け声お願いします。せーの、よいしょよいしょ、こらのどっこいしょがなろ、優勝まだ諦めてませんよ。4勝1敗、今場所は追いかける立場となっている白石島、今日は中島宮城の初挑戦を受けるということになります。東方より横綱湘南の風土俵入りであります。横綱湘南の風、露払い湘南トカゲ、立ち持ちはヨット丸であります。また皆さん一緒によいしょの掛け声をお願いします。せーの、よいしょよいしょ、こらのどっこいしょなら連覇の記録を作ります。5連覇なるかの湘南の風、初日からの5連勝今日はティコツーミとの取り組み、先場所はこのティコツーミに敗れています。さあ館内を見ていくことにしたいんですが、どうでしょうか。おっとっとっと少々お待ちくださいポロリですか、またポロリしようとしてるんですか、あなたは。カメラアングル危ないですよ、ポロリは。ナイスポロリってことにならないですからね、ポロリしても大丈夫ですか、しっくりこないですか。そうですね、ちょっとあれですね、館内を見渡す感じにできるかな。いけるかな、いけないいけないのかな、カメラもあんまり固定されないのかな。ほらほらほら、うん、もう見てる見てる見てるよ、お願いします。ワンパクさん、ワンパクです、お久しぶりですね。そうですね、まあ久々に女性もたくさんいますんで、やっぱりいい香りしますね。ありがとうございましたカメラを手で固定しなければならないぐらいの勢いでやってますね、今ね。今日ちょっとうまくいかなかったみたいだねすいません今日はなんかいつもみたいに固定できなかったみたいでね、危ないですね、だいぶちょっとずつポロリがね、ありました失礼いたしました、ね、お見苦しい点がございましたことをお詫び申し上げますというわけで6日目幕内後半の取り組み、どういうわけか分かりませんがお送りします。牛乳パックで紙相撲平成27年9月10月場所、これより6日目幕内後半の取り組みであります。ハッピー新潟備前焼き引退回避により休場であります。まずはこれはお知らせです。
引退回避のための休場が同時に2人出まして、うん、それによりまして最初の一番組まれる予定でした、備前焼とハッピー新潟が取り組みが組まれないということになりました。扱いとしては記録としては引き分けということになります。1勝4敗両者4連敗でね、この対戦だったんですよね今日、うん、5連敗すると引退というルールがあるので、まあ、それを回避するための休場、2人同時の休場となってしまいました。牛乳パックで上水も史上初めてこれ引き分けという、うんね、三角が星取り表につくということになりますね。そうですね、今まで引き分けなかったんですけれども、うん、そういうことになりました。ちょっと休場力士が多いですね。寂しいですよね、やっぱりこういったニュースが入ってくるとね。3人ですか今場所は休場が。これでねえ、ベテラン勢苦しんでいるなというのがこういう部分でも分かります。御殿場富士三世に青山イルカ行け。西方御殿場富士三世西前頭三枚目、静岡県出身アンビックベア。東方青山イルカ行け。東前頭10枚目、愛知県出身愛知米屋。これより幕内後半の取り組みであります。まあ休場した力士は来場所また再起をかけて出場するということになりますが、番付も落としますからね、ちょっと心配ですよね、うん、そうですね。さあ土俵上は青山イルカ池と御殿場富士三世です。青山イルカ池は2勝3敗御殿場富士三世は1勝4敗、やや苦しんでいるという両者の一番から始まります。制限時間いっぱいです。よしみやって今日のこでぶつかりました。のこで押し合いです。のこで押し込むな。青山イルカ池のほかのこでやや距離を取りました両者です。突き倒しは御殿場富士三世の勝ち。ただいまの決まり手は突き倒し、突き倒して御殿場富士三世の勝ち。迫力ある一番でしたね。まあこの一勝でね、御殿場富士三世またちょっと勢い取り戻してくれればいいんですけどね。御殿場富士三世が勝ちました。2勝目2勝4敗です。敗れて青山イルカ池2勝4敗となっています。夢の富士娘に備前長船。西方夢の富士娘西前頭8枚目静岡県出身アンビックベア。東方備前長船東前頭2枚目岡山県出身岡山ベア。さあ全勝力士登場です。夢の富士娘5連勝できました。対するは今日は備前長船です。現状湘南の風とっかり大将、そしてこの夢の富士娘ですからね、3人だけです全勝力士。さあ一気にこれ脚光を浴びる存在となるかですね。そうですね、調子良ければ結構こうやって勝ちを重ねられる力士ですので。そうですね、時折優勝戦線にも絡んでますね。そうなんですよね、だからいけると思いますよ。備前長船はここまで2勝3敗です。潜り込んでいくか夢の富士娘。過去1対0夢の富士娘が勝っています。この対戦です。制限時間いっぱい、両締めやって今日のぶつかりました。組み合った左の回しは備前長船、足を掛け合って引いていって突き倒し、突き倒しは備前長船勝ち。夢の富士娘いっぱいです。ただいまの決まり手は突き倒し、突き倒して備前長船の勝ち。珍しいですね、突き倒されるのはね。そうですね、形としては夢の富士娘の体勢かなと思ったんですけどね。押していくのかなと思ったんですけれども、ちょっと油断したのかな。どうでしょうね。勝ったのは備前長船3勝3敗夢の富士娘、敗れて1敗です。これで全勝力士が、湘南の風ととっかり大将2人だけとなっています。夢の富士娘敗れて5勝1敗です。東くんに富士の牛島。西方東くん西前頭7枚目札幌出身東くん部屋。東方富士の牛島東前頭筆頭埼玉県出身ほぼピン部屋。1勝4敗の富士の牛島と4勝1敗のベテラン東くんです。
東くんは年が同じである備前焼が今日から休場ですからね。そうですね。36歳最年長、そういう意味ではね、頑張らなくてはなりませんね東くん。そうですね。特に東くん先場所休場してますからね。そうですね。もう後がありません。今場所は好調、勝ち越しまであと1番です。ですがこの相手富士の牛島フジロックがあります。過去は4対2東くんがリード、7度目の対戦です。制限時間いっぱい、よしみやって今日のぶつかりました。右の回し入って出し投げ、富士の牛島の浴びせ、どうか東くん、東くんに軍配です。物いい、物いいです。勝負審判も横綱タッグ、今日もふざけないでください。いや、どうしっすね。ちょっとこれついてるのかどうかなんですよ。いや、ついてますね。右手、左手、あ、左手、左手ついてるんですか。いや、ついてない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 ですよね。ついてないですね。ついてないです。東君ですね。ですね。はい。ただいまの競技についてご説明いたします。タックン静かにしてください。確かにうるさいですね。東君軍配は東君に上がりましたが、東君の手がついているのではないかと物言いがつきましたが、東君の手はついておらず、軍配通り東君の勝ちであります。東君、ただいまの決まり手は下手出し投げ、下手出し投げで東君の勝ち。左手残ってました。でも危なかったですね。やっぱり足に負担のかかる浴びせのかかり方してますから。そうですね、よく耐えましたよこれ。あ、潰されそうな感じでしたけれどもね。足にはまたダメージきましたよ。富士の部分が、そうですね、富士の富士島先についておりました。いやですが東くんの体がちょっと心配になってしまいます。東くん勝ってですが5勝1敗で勝ち越しを決めました。敗れて富士の富士島は1勝5敗、こちらは負け越しとなっています。片や福島富士桜、福島富士桜、西方福島富士桜、東前頭3枚目、静岡県出身アンビックベア、この後大平川山、大平川山、東方小結大平川山、栃木県出身春日部ベア。せっかくなんで東くんね、勝ち越しインタビューすることにいたしましょう。さあ土俵上です。大平川山元気がありません、5連敗。対するはこちら元気いっぱい福島富士桜です。非常にいい相撲しますもんね福島富士桜 ね、このところ放送席勝ち越しインタビューです。東君関です。おめでとうございます。足が折れそうです。今日も苦しい一番でしたけれども白星ものにしましたね。上から来た時には自分死んだと思いました。今日同じ36歳の備前焼関が休場となってしまいましたけれども、最年長まだまだ頑張っていかなくてはなりませんね。そうですね、寂しいニュースが多いのか自分は頑張っていきます。今場所は休場明け、まあね、報道陣などざわついたところもあったかと思いますけれども、平常心保ててますか？そうですね、自分はその休みがあったことはもう忘れて前だけを向いていきたいと思いますね。これ以降もさらに白星伸ばしていってください。頑張っていきます。放送席どうぞ。東くんにインタビューでありました。インタビューも何か落ち着いたというか、ね、ベテランの風格を感じさせてくれる、そういうインタビューでしたね。さあ土俵上、福島富士桜は3勝2敗です。ですが内容が非常に横綱に勝って、そして中日は備前大佐船に押し勝ちました。大平川山は一方まだ初日が出ていません。制限時間いっぱいです。両親やって今日のでぶつかりました。足をかけるか富士桜、足をかけていく、前に出ます。大平川山中に入っています。寄っていくが土俵際です。残すな大平川山、残している残している、寄る、体を入れ替えた大平川山、寄れるか外掛け
福島富士桜の勝ち。ただいまの決まり手は外掛け。外掛けで福島富士桜の勝ち。あんな残し方あるっすね。引っかかりましたね今ね。相手の体を貫通させ足を引っ掛けるっていう苦肉の策が出ましたけど、ちょっと気悪かったですけど、その背中が、ね、背中がついたかなっていう、そうですね、ちょっとあそこから復活するんだったらやらせてあげたいなっていう気がしましたけど、そうですね、でも今のはね、うんうん、あの時点でもちょっと行司さんの判断としては良かったんじゃないでしょうかね、そうね、続けたのはね、あそこから復活するもんならしてみろっていうところちょっと見たかったですね。あ、ついたっぽいですけどね。あ、間違いなくついたんですけどね。ついてはいたようですけども、ついですね。気悪かったですよね、気悪かったですね。ただ福島富士桜は4勝目を挙げています。大平かやもよく粘りましたが敗れて今日も初日出ません。6連敗です。片や江戸みどり、エロみどり、西方江戸みどり、東前頭4枚目、東京都出身ほぼピンベーヤ、この後魚雷イルカ池、魚雷イルカ池、東方関脇魚雷イルカ池、愛知県出身愛知ベーヤ。ちょうど本場所始まって6年になりますけれどもね、はい、本当6年経過するといろんな力士も増えますけど、はい、決まり方っていうのもいろんなパターンが出てきますね。6年やってもまだまだ新しいのがね、驚かされる、そして楽しませてくれてるっていう状況ですよね。そうですね、館内タイムラインありがとうございます。名古屋場所頑張ってと来てます。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいですよね、そういう声はね、はい、名古屋場所もできるだけ配信をしたいなと考えています。さあ土俵上、魚雷イルカ池2勝3敗今場所は苦しいところ、江戸みどり3勝2敗です。前に出るか江戸みどり、魚雷イルカ池は中に入れたいところ。過去は2対2 5度目の対戦です。制限時間いっぱい、よしみやって魚雷のぶつかりました。立ち合い中に入りに行ったのは魚雷イルカ池、江戸みどりが追いかけていきます。押すのは江戸みどり、魚雷イルカ池はさあ足を中に入れようかというところです。入りました、入りました。こうなれば魚雷イルカ池の体勢です。足をかける、いや江戸みどりが足をかけている、内掛け、内掛け、残す魚雷イルカ池、残している、まだ残している、まだ残している、魚雷イルカ池どうだ、土俵際粘っているがどうだ、足はどうだ、やったー、魚雷イルカ池の勝ち。物言い、物言いです、今日は物言いが多い。勝負審判元横綱キリダンサーです。いや多分いいと思います、どっちはいいと思います。だいぶ一応確認します、一応確認です。際どい魚雷イルカ池の背中ね、まあついてないと思いますよ。ついてないですね、あれはついてないと思いますよ。江戸みどり踏みつけに行ったんですけど ね、踏み潰せませんでしたね。あれよく耐えましたよ、魚雷イルカ池。あんなに踏み潰されてんのに。一応の確認ですよ。大丈夫なんですよ、これ。少しずつかかと、かかとから踏みつけていきまして。これ大丈夫ですね。背中ついてなかったんですよ、こっち側から見てたんですけど、ついてないです、そっちの方が見やすいんですよね、ついてないんですよ、ついてないと思います。で、それをうまいこと江戸みどりがついた瞬間こう逆転でボーンと、ね、大丈夫です、大丈夫です、はい、力強くいきましたよ。ただいまの競技についてご説明いたします。行司軍配は、魚雷イルカ池に上がりましたが、ただいまの競技は確認のための競技でありまして、背中はついておりませんでしたので、行司軍配通り魚雷イルカ池の勝ちであります。魚雷イルカ池、ただいまの決まり手は掛け投げ、掛け投げで魚雷イルカ池の勝ち。得意技掛け投げということになりました。いやただだいぶ新しい負け方しそうでしたけどね、魚雷イルカ池もね。そうですね、中に入って盤石の体勢を整えたのにかかわらずそこからかかとで踏まれるっていうね。最後江戸みどりでもどこまで飛んでったんですよね。ギリギリ残ってましたけど、やっぱりこういうのもお見せ見したしたいですよね。ですね、魚雷イルカ池勝って3勝3敗星が5分、敗れて江戸みどり3勝3敗こちらも星が5分です。片やとっかり大将、とっかり大将、西方関脇とっかり大将、
室蘭市出身室蘭部屋、この方金太郎侍、金太郎侍、東方金太郎侍、西前頭二枚目、静岡県出身アンビック部屋、今宵の虎徹は血に飢えておる。さあ注目の一番です。とっかり大将、連勝記録がかかっています。ここまで12連勝、今日勝って13連勝にすると歴代単独3位に躍り出ます。今日のカメラはうなだれますね。そうですね、歴代単独現在のところ3位タイ。このメンバーがすごい、キリダンサー、湘南の風、後楽園、ティコツミです。これに今並んでいます。とっかり大将、この上はもう14、タックと清田のんちゃんしかいません。今もタックウィングという声はねありましたけれども ね、はい、ね、偉大な力士だったんですよね。そうですね、やっぱり。さあ今日は金太郎侍との取り組みですが、どうでしょう。まあ、油断はしちゃいけないですね。やっぱり金太郎侍もまあ成長してますし、油断してとっかり大将がこう攻めていくけれども簡単に受け流されるという形もあるでしょうから、これはあの冷静に確実に押していきたいですね。自らの大関昇進もかかりますし、さらにこの連勝記録という期待もかかっていきます。とっかり大将です。白星をさらに並べるか、とっかり大将。金太郎侍2勝3敗。切り捨てがあるかどうか。13連勝へ向けての一番です。制限時間いっぱい。よしやって、今日のぶつかりました。前に行くのはとっかり大将、出る出る、寄る寄り切り、13連勝、扉をこじ開けました。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切ってとっかり大将の勝ち。立派な相撲です。いやでもね、危なかったですよ。勇むかなっていう気も少ししたんですけども、やっぱここでトーンと突き放しましたね。とっかり大将勝ちました。6連勝、そして13連勝は歴代単独3位です。そうそうたる顔ぶれの力士たちの上を行きました。来ましたね、とうとう。ついに13ですよ。とうとうあと1勝12という呪縛がありましたが、長らくその壁は超えましたね。分厚い壁は超えました。叩き壊しましたよ。さああとはもう14、タック清田のんちゃん、はい、これだけですよ。あとこの湘南の風も行けなかった壁ですからね。そうですそうです、先場所それを超えましたよ。阻まれました、はい。とっかり大将6連勝、金太郎侍2勝4敗。とっかり大将大きな大きな1勝を挙げています。かたや銀屏風、銀屏風、西方小結銀屏風、室蘭市出身室蘭部屋、この方後楽園、後楽園、東方大関後楽園、岡山県出身春日部部屋。まあ大関昇進と、まあ目安としてはあと1勝としましたね、とっかり大将ね。そうですね、となれば今の大関うかうかはできませんよ、後楽園。やっぱりこのとっかり大将のこの活躍見れば後楽園ちょっと霞んでしまいますよね。今日は銀屏風との取り組みです。銀屏風は2勝3敗、後楽園は4勝1敗。今場所こそ優勝戦線に絡まなくてはいけません。押し合いか。過去の対戦は1対0銀屏風が勝っています。2度目の対戦です。制限時間いっぱい。よしみやって、今日はぶつかりました。押し合いです。後楽園がのど輪で出る、はず押しです。後楽園、後楽園が出ていく。さあ銀屏風がしかしこらえています。回しは掴んでいるか。後楽園です。後楽園が前に出る、押し込んだ。後楽園の形です。押し出し、後楽園の勝ち。ただいまの決まり手は押し出し。押し出して後楽園の勝ち。後楽園が今日もまあ大関として盤石の相撲でしたね。まあただ銀屏風もよく耐えた方ですね。まあ後楽園も強かったですけれども頑張りましたね。まあ相手の動きをよく見ていましたね。そうですね、はい。後楽園がまあこのはず押しのような体勢で押し込んでいきました。
後楽園が勝って5勝1敗勝ち越しを決めています。敗れて銀屏風2勝4敗です。かたやティコツーミティコツーミ西方ティコツーミ西前頭筆頭千歳市出身ほぼピンベヤ。この後は湘南の風湘南の風東方横綱湘南の風神奈川県出身神奈川ベヤ。結び前横綱登場です。連勝記録がぐんぐん伸びていくとっかり大将の相撲は見ていたでしょう。自らの連勝12で先場所止められた相手ティコツーミ、今日が相手です。解説ミボーズさん、 やりにくさあるんじゃないですか、ね、そうですね。ティコツーミとしてはやっぱり湘南の風得意としているところありますね。まあやっぱり横を取られるとティコツーミの押す力っていうのは強いですからね。今場所は3勝2敗のティコツーミ、ただこの過去の対戦ね、はい、4対1ティコツーミリードですから、うん、このあたりどうですか。まあ、湘南の風としてはやっぱり苦手でしょうからね。前回対戦映像でご覧いただきながら解説をお願いしたいんですが、まあこうして横に完全に入りましたもんね。前回対戦はティコツーミ自体の力は強いので、まあ、弱い横とかを取られると湘南の風といえどもやっぱり押し勝つのは難しくなってきますんで、湘南の風としてはいかに正面を取るかってことなんですけれども、湘南の風のやっぱりこの鼻で結構ね、正面に捉えることが多いので、逆にティコツーミちょっと鼻届かないので、なかなか正面に置くことができないというところで、湘南の風としては苦戦しそうですね。ただ目の前でとっかり大将が6戦全勝という状況ですので、湘南の風もこれ並んでいかなくては、まあ自らの5連覇というのも黄色信号が灯ります。さあ湘南の風、こちらも連勝はすでに先場所の7日目から8と伸ばしています。彦津海今場所もこの相手倒すことができるか金星なるかというところです。結び前制限時間いっぱい、両締めやってぶつかりました。押し合いです。押し込むな湘南の風、湘南の風押し込みました。湘南の風の勝ち。ただいまの決まり手は押し倒し、押し倒して湘南の風の勝ち。今日は問題にしませんでした。下からくぐって入っていきましたね。やはり正面に捉えるとやっぱり湘南の風強いですね。今の一番です。ああ横に入ろうとしたんですけれども、完全にこれ潜り込みましたね。低い体勢で、そうですね、下から行きましたよ。低い体勢で潜り込んだ湘南の風です。勝って6勝0敗6戦全勝です。ティコツーミ敗れて3勝3敗となっています。6日目の結びです。西白石島、白石島、東中島宮城、中島宮城、西方横綱白石島、岡山県出身春日部部屋、東方中島宮城、東前頭6枚目、静岡県出身アンビック部屋。呼び出しは大輔、行事は海坊主。本日結びの一番であります。本来であれば横綱戦が組まれない6枚目の番付の中島宮城、今場所は休場力士が多いために横綱挑戦となりました。解説海坊主さんに伺いたいんですが、はい、まあ中島宮城これをチャンスと見るか、まあ嫌な相手だなというふうに見るか、どちらかですよね。まあやっぱりチャンスと見てほしいですよね。ここはね、初めての挑戦ですからね、うん、やっぱりなかなかその当たることができない相手ですので、はい、まあ、ここでちょっと一発かましてやろうかっていうぐらいの勢いで、まあ、胸を借りるぐらいのね、ダメ元の勢いでいってほしいですね。
4勝1敗白石島はもう絶対に負けられません。優勝へ向けてということになります。中島宮城今場所でも3勝2敗で2連敗の後3連勝中で状態良くなってきましたね。また、やっぱり自分の型にはまれば決して弱い力士ではないので、やっぱり白石島が押してくるところを、どうにかこうにか正面で捉えずに横を取るというところですね。まあそうですね、投げは打ちづらいかと思いますが、そうですね、ただ横に入ればという解説の通り、うん、そうですね、そういうのがありますよね。はい、6日目の結びの一番です。白石島は1敗で追いかけるということができるでしょうか。制限時間いっぱい、よしみやって今日のぶつかりました。立ち合いがっちり白石島回しつかんだ、寄り切り、問題にしませんでした。白石島の勝ち。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切って白石島の勝ち。全く立ち合いから問題にしませんでした。回し入るのも早かった。いやー、ここはやっぱり実力を、これだけ格下であれば実力を見せつけておきたかったんでしょうね。しっかりと白星、白石島が勝って5勝1敗6日目での勝ち越し。敗れた中島宮城は3勝3敗となっています。牛乳パックで神相撲実況中継、平成27年9月10月場所の6日目お送りしてまいりました。弓取り式は東くんであります。では皆さん一緒に優勝の覚悟をお願いします。せーの、優勝、優勝。東くんも優勝戦線ですよね。ありますね。いっぱいですもんね、はい、今場所の優勝ライン聞くの忘れましたけど、どうですか。優勝いっぱいでしょうね。いっぱいですかね、やっぱりね。全勝が2人になりました。湘南乃風ととっかり大将です。いっぱいいなくなりました。いっぱいと言いつつもとっかり大将、はい、全勝優勝僕は期待してますけれどもね。これ直接対決ありそうですね。7日目あたりはありますね。連勝記録とこれ両者の連勝記録の、そうですね、ねえ、はい、同士の対決という珍しい構図になりますね。いやだからやっぱそういういろんなものがかかってますから、はい、こちらも譲れないでしょうね。とっかり大将は14という歴代単独1位の数字の連勝に挑みます。これはね、もうでも本当ここまで来たら成し遂げてほしいですよね。湘南乃風ととっかり大将の直接対決が今から楽しみです。いっぱいで追いかける力士もまだまだ望みはもちろん捨ててないことでしょう。実況私山田大輔、そして解説行司叩き役は海坊主でお送りしました。終盤のドラマ何が待っているんでしょうか。生配信ご覧の方は2週間後の放送です。どうぞお楽しみに。我々は、名古屋場所行ってまいります。どうぞこちらの方の配信もございますのでお楽しみに。この辺りで北海道札幌から失礼いたします。ありはしないかな、笑顔がこぼれてきたら奏でられるよメロディ、みんなが歌い踊れば海も花も星も答えてくれる。負けそうなことあったら一人じゃないこと思い出そう、僕たちはつながってる、思いの数だけ恐れることないから、踏み出せば下が見えるよ、悲しみも勇気になる、絆は広がる、かけがえないもの。